スッキリ3分ムーブ、ここからはお家でできるエクササイズをご紹介します。今日は有酸素運動で体を動かします。突然ですが皆さん、ラテンダンスって知ってますか？サルサやサンバ、タンゴなどいろいろあるんですけれども、今回はその中からサルサの基本ステップで体を動かしていきましょう。まずはサイドステップ、右足を外に出して左足その場、右足戻す。続いて反対側です。左足外に出して右足その場、左足戻す。少し早いテンポでこのステップを繰り返していきます。サルサは8カウント、ただし4と8はお休みなのでカウントしません。1、2、3、5、6、7。続いてはベーシックステップ、先ほどのステップを縦のラインで動かしていきます。右足後ろ、左足その場、右足戻す。左足前、右足その場、左足戻す。少し速いテンポでこのステップを繰り返していきます。テレビの前の皆さんも真似してみてください。 1、2、3、5、6、7。 4と8は間を取るのでその場でお休みです。音楽に合わせて動かしていきましょう。ミュージックスタート。まずはサイドステップです。少し早いテンポでこのステップを繰り返していきます。足のステップに余裕が出てきたら手も動かしていきましょう。続いてはベーシックステップ、音楽のリズムに合わせて縦のラインで体を動かしていきましょう。ステップは間違っても OK、 楽しんで体を動かすことが重要です。余裕が出てきたらサイドステップ、ベーシックステップ、自由に組み合わせていきましょう。次回もノリノリの音楽で体を動かしていきますよ。お楽しみに。